ルチャーブレイクスルーさだけストーリー、今回なんですけれどもブレイクスルーさだけの質問コーナーやっていきたいと思います。イエイ。質問コーナーレッツラゴーゴー。ホモですか？違え。女の子ですか？違え。ハードゲーですか？違え。オナニーの頻度週オナキンとヒカキンどっちが嫌いですか？いや俺ヒカキンさん好きだからね。オナキンは嫌いよ、意味ないからね。生き顔してください。ああ、泣いてもらった会社ざっくり言うとどんなんですか？ブレイクスルー佐々木さんやりちんって本当ですか？ほう。一日最高何回しこったことある？3回かな。佐々木流英単語の覚え方を教えてください。夜100個覚えて朝100個テストする。どうしてそんなにかっこいいんですか？才能から。なんでそんなに乳首綺麗なんですか？才能から。なんであの時責任取ってくれなかったの？知らねえ。乳首を机の足の角にぶつけてください。机の足の角。おい、満足か？どんなタイプの男性が好きですか？オッケー。最近いつを何した？一般男性脱粉シリーズだって。なんでもんだ、ボール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 。現役 JK です。スリーサイズ教えてください。はかりえーす。90、79、99。身長何センチですか？182センチ。進歩のサイズ教えてくれ。182センチ。ウームやめてみてください。じゃあ早速ね、ウームさんに電話したいと。おいえー。あ、ウームさんですか？ちょ、突然なんですけど、ウームやめようかなって思ってるんですけど、いいですかね？やめろかー。ブレイクスルー佐々木さんのチンコはなんで左にちょっと反ってるんですか？耳利きだからや。全力オイル張るともっちゃんはどっちが気持ちよかったの？おいしそう、やめな。受験生時代の1日の睡眠時間。いや、ほんとに俺寝れるだけ寝てて、8時間寝てたね。早稲田にやりサーはありますか？あのっすね、おっぱいもみもみサークルっていうね、サークルがあるんですけれども、概要はね、この動画で語ってるんで、どうも、よろしくお願いします。中学生の時の平均の1日の勉強時間。どんぐらいだったかな？あんましてないよ、俺。試験前以外全然してなくて、試験前はちゃんとやった。首席は楽しいですか？首席は楽しいよ。結構いろいろメリットあるんですよ。2位が一番辛いかな。勃起についてどう思いますか？あー、気持ちいいよね。どうしたら彼女できますか？こいつに聞いてどうする？やりちんだから。どうしてだよ、元気全開で。要件ならインスタ始めないんすか？始めやした。おっくんさんに電話かけて下ネタ一旦だけ言って切ってください。やりえーす。チンチン。インタビュー受けてました？やりますね。何歳から何歳までが恋愛対象ですか？全年齢対象でーす。自分以外何かになるとしたら何になりたいですか？丸尾でーす。大好きなアーティストの曲。ミスチルの口が滑ってるでーす。今の収益は？先月の給料なんですけれども、大卒の初任給の。一番コラボしたい女性 YouTuber は？コラボしたいっていうかね、ただファンで会いたいだけなんですけども、ゆきりぬさんとモエリンさん。ごめんね、目が入ったー。この質問待ってるんだろ、童貞ですか？違えー。シャルル歌って。愛を歌って、歌って。雲の上へ濁り聞いてはみはないやいやいや遠く描いていた日々を。夜はどんな感じで抜くんですか？チンゲ。チンゲ食べて。やってやろうじゃないか。チンゲ抜きやす。抜けやした。マジで抜けました。ありやす。シャイニングスター。